はい、どうも田中正弘です、皆さんお久しぶりです。約1ヶ月ぶりぐらいですかね、まあ、2月3月は、沖縄キャンプから、そしてオープン戦と開幕に向けて、準備をしてきました。まあ、今年はそうですね、まあ、オフシーズンからいろいろとこう取り上げていただいたりもしましたけども、その投球フォームの変更だったり、っていうのを、まあ、取り組んできましたけども、キャンプの時点では結構こう大げさにいろいろ変えて見た目からもやってはいたんですけど、いろいろこうやっていく段階をこう上げていく上で、まあ、また少しこう形が変わってきたり、っていう感じで、まあ、キャンプ中ずっとまあそのメカニック投球フォームの部分をまずっと取り組んではきてはいたんですけど、まあ、形になってきて、いよいよこう開幕を迎えるっていう、いう風にはなってきています。まあ、そしてなんだろうな、久しぶりだもんね、まあ、オフシーズン何やってたかとか話はしてないですもんね。まあ、まあ、オフは久しぶりに12月は、まあ、コロナ禍ということでなかなかこう海外にも行けなかったんで、まあ、本当2020年以来に、まあ、ちょっとアメリカ行って、まあ、ニューヨーク、フロリダとか行って家族でちょっとオフの時間を過ごしたり、まあ、ちょっとこうこれまでの数年と比べてまたちょっと違った過ごし方ができたなというふうに思ってます。で、このキャンプからオープン戦までの期間中にこう結構こうチームメイトとも食事にこう行ったりする機会がまあ増えまして、まあ、すごくこうそういう場でのこうコミュニケーションも僕はものすごく大事だなというふうに思うので、そういう場をこう徐々に増やしていくことがこう今年はできているんで、このこれまでの2年間というのはなかなかこう状況的にこう厳しい部分があったんですけど、今年はそういうのもできていて、すごくこう自然とそういう場でこういろいろやっぱ話したりもするんで、やっぱりいろんなこう会話が増えたり、コミュニケーショングラウンド上でもやっぱり取りやすくなるなっていうのはものすごくやっぱ感じてます。まあ、そしてまあいよいよ、まあ、今週開幕戦になるんですけど、まあ、対戦相手が日本ハムファイターズということで、で僕らがこうビジターということで、ファイターズの本拠地で開幕を迎えるというわけなんですけども、まあ、それが何といってもまあ今年からの新球場エスコンフィールドの、まあその公式戦一発目開幕戦、登板できるということで、まあ、僕自身もやはり北海道は縁があるところなので思い入れもやっぱりある土地ですし、まあそういう球場で、スタジアムでその一発目の先発ができるっていうことを非常に嬉しく思います。まあ、そして、まあ、開幕ということで、この2023年シーズンの最初のスタートの一歩を任されるということなので、まあ、しっかりとその第一歩目勝利を持ってこれるように、頑張りたいと思います。で、まあ、ちらほら SNS 等でもコメントをされたりするんですけども、今年の登場曲ですね、気になっている方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、今年も桃色クローバー Z の皆さんに登場曲を、歌っていただいて、その曲でマウンドに上がろうと思ってます。まあ、といってもこうタイトルとかはちょっとまだ、秘密なんですけども、モバイルパークでの初登板の時に、僕自身のですね初登板の時に、初解禁となるので、皆さんお楽しみにしていてください。なんか今回はどんな要望とか？秘密です。いや、まあいろいろ打ち合わせとかもしたりしてイメージをこう一緒に作っていったと僕は思ってるんで、僕自身もすごくこう楽しみにしています。あとは今年はオープン戦から ずっとユニフォームですね、オールドスタイルで真ん中ってるんで、そのまま行くのってチームメートから聞かれたりもするんですけど、ちょっとまあ気分です。正直気分なんで、まあ、シーズン中変わるかもしれないし、そのまま行くかもしれないし、まあ、いろんなスタイルでこう行こうかなとは思ってます。まあ、そして、今期 の、その YouTube、このマー君チャンネルですけども、これまでこの2年はですね、基本的にはシーズン中は、登板後に毎試合こう振り返っ
った動画というものをアップしていたんですけども、今シーズンは、その毎試合、後の、振り返り動画っていうのをやめて、その1ヶ月ごとにその月どうだったのかっていうのを、まあ、こう振り返りながら喋るっていう動画を出していこうかなというふうに思ってます。あとはまあちょっと練習日とか時間のある日に何かまあ雑談系だったり、まあ、もしかしてタイミングがあればチームメイトと の対談というか、まあおしゃべりした動画を出すことができればなというふうに思ってます。まあ、そういう形で2023年は、やっていこうかなというふうに思ってます。まあ、今シーズン、まあ、いよいよもう開幕迎えますけれども、まあ、今年こそはもう毎年言ってきていて達成することできていなくて、まあ、本当悔しいんですけども、今シーズンこそは、日本一っていうところにたどり着けるように開幕戦からしっかりと頑張っていきたいと思います。皆さん応援の方よろしくお願いします。